エロールジマーマンは、オランダのキックボクサー。キュラソー系オランダ人。ゴールデングローリン所属。K1 のプロデューサーである、谷川貞春は、見た目にも戦い方にも花がある。一押しと、その将来性に期待を寄せている。対戦相手の腕の骨や、頭蓋骨を骨折させたことがあることから、ザ・ボンクラシャーというあだ名がついている。蓋骨の絵柄の、 ボーンスーツを着て入場することもあり、試合時のトランクスとアンクルガードも骨をかたどったものを使用している。二千八年九月二十六日に放送された SRS の番組内にて、西山真薪がジマーマンの名前を略して、エロジマンと呼んだことをきっかけで、K1 とフジテレビによって、K1 ワールド g p 二千八ファイナル前には、積極的にエロジマンというあだ名の定着が図られ、 ジマーマン本人もあだ名の意味を、つまり、俺がセクシーだってことだろう。と、ポジティブに理解した上でこのあだ名を気に入っている。チームメイトの空間先とは、非常に仲が良く、二人の試合が同日同会場で行われた時は、自分の試合を終えた直後であっても休むことなく、必ずお互いのセコンドに付き合っている。実定のベンジー・ジマーマンも、キックボクサー。2004年7月2日、 キングス・オブ・ザ・リングにてトーナメントに参戦し、1回戦でアントニオ・メデリンに膝蹴りでに RKO 勝利、準決勝でトーマス・ハロンに判定負け。同年11月26日、ハロンと再戦し、5R 終了2から1のスプリット判定勝ちでリベンジ成功。2005年3月19日、小勝ちで MTBN、NO、オランダムへ対 86kg 級王座を、 獲得。同年4月2日、K1 コナリアス2005のトーナメントに参戦し、1回戦と準決勝 1RKO 勝ちで勝ち上がるも、決勝でヘンリクエスゾアに敗れて準優勝。同年10月2日、ヘンリクエスゾアと再戦し、判定勝ちでリベンジ成功。2006年5月22日、K1 スカンジナビア大会のトーナメント1回戦で、 ジョナサングロマークに 3RKO 勝利、準決勝でマゴメドマゴメドフに判定負け。同年6月17日、K1 コナリアス2006のトーナメント1回戦でグレゴリー・トニーに判定負け。同年12月9日、オランダで行われたタイバックスコラ・ローゼンドル・ライジャス・ドリム・ジャージメント・デーにて、アーネスト・ホーストが時代の K1 を担う新鋭と認めた。 ナオフォール、アイアンレックと再戦。9ヶ月前の初対戦時はジマーマンが小負けしており、ナオフォールへの高評価もあって不利が予想されたが、バンクルワセの 3RKO 勝ちで、リベンジ成功。この勝利で、一躍ファンや関係者から注目されるファイターとなった。2008年4月26日、K1 ワールド GP2008 インアンスターダムでは、準々決勝で、 アキラ・カラチに TK を勝ち、準決勝では、ビヨン・ブレギーに、先制のダウンを奪われながらも逆転個勝ち、決勝では、ザビット・サメドフに物議を醸す判定によって勝利し、優勝。ワールド GP の出場権を獲得した。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 インソルファイナル16で、グラウベフェイ・トーザから2度のダウンを奪い判定勝ち。 左右のフックの連打でフェイトーザからダウンを奪うとファイティングポーズを取ったばっかりのフェイトーザに強烈な飛び膝蹴りを浴びせるシーンもあった。2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルの準々決勝で同じく初出場のエベルトン、テイ・シェーラからダウンを奪い判定勝ち。続く準決勝では、 バダハリとダウンを奪い合う激闘を繰り広げるも 3R に逆転小負け。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、ミノワマンと初挑戦となる、ドリームルールで対戦し、足首固めで一本負けを喫した。試合後、自分としてはベストを尽くした。MMA は、今回が初めてだったが、自分を盛り上げて頑張った。次回も、 MMA をやりたいと思っている。今回は一週間しかトレーニングできなかったが、次はもっと練習して臨みたいと思う。とコメントした。2009年3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜にて、ピーターアーツと対戦し、延長までもつれ込むも、判定負け。2009年9月26日、K1 ワールド GP2009 インソルファイナル16で、 グラウベフェイ・トーザと再戦し、判定勝ち。2009年12月5日、K1 ワールド GP2009 ファイナルで、レミー・ボンヤスキーと対戦し、1アールにダウンを奪われ、判定負け。2010年4月3日、K1 ワールド GP2010 イン横浜で、K1 スーパーヘビー級王者セーム・シュルトに挑戦し、判定負けで、王座獲得ならず。2010年10月2日、 K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16にてダニエルニタと戦い、右ストレートで小負けを喫した。2011年5月28日、ムラッド・ボージディと再戦し、判定勝ちでリベンジ成功。2011年11月17日、スパー・コンバット・ファイト・クラブ・トーナメントに参戦し、1回戦で1、RKO 勝ち、準決勝で、 ステファン・レコとの同門対決でも 1RKO 勝ち、決勝でロマン・クレーブルニに RKO 勝ちして優勝。2012年1月28日、一勝ショータイム 54&55 にてリコ・バーホーベンと対戦し、左フックで 1RKO 勝ち。ありがとうございます。